スタートしました。おっと、スタート直後に4番のリーガルマインド体勢を崩したんですが、富田暁体勢を立て直しまして競争に参加しています。スタートしました。おっと、スタート直後に まずは先行争い、内からは3番の上昇リード、並んで5番のジュリッタ、あとは8番北高花道、外から9番バンクショット、やや熾烈な先行争いになりました。あとは7番里のパシュートが5番手に続いて、その後2馬身ぐらいあって12番サンマルエンパイア、ラチ添え2番のダディーズメジャーです。1コーナー回ってこれから2コーナーです。前を行くのは3番の上昇リード、リード体半分から首ほど、並んで5番のジュリッタです。2馬身後ろ3番手は外に9番のバンクショット、インコースに8番の北高花道で向こう正面、あとは7番里のパシュート、1馬身後ろ12番サンマルエンパイア、動いていきました。中段から先段を伺います。一気の仕掛け、あとは1番デラーズエル、2番ダディースメジャー、10番ザプラウドワンズ、6番のサイモンルモンド、13番のワンダーエカルテ、あとは離れまして11番ダイシンカローリ、そして4番のリーガルマインドです。3コーナー回っていってスタートからの 1000m61 秒7でいきました。前は5番のジュリッタが先頭、並んで7番の里のパシュート、動いた12番サンマルエンパイアが3番手、その後4番手8番の北高花道、内からは3番の上昇リード、外から1番のベラーズール、その後からは9番のバンクショットが行って4コーナーへと向かっていきます。前はわずかに5番のジュリッタ、並んで7番里のパシュート、その外に持ち出してサンマルエンパイア、あとは北高花道ベラーズール、直線コースに向かいました。前はまた5番のジュリッタが振り切りにかかってリードは1馬身です。2番手の争いは7番里のパシュート、12番サンマルエンパイア、外から北高花道と、さらには1番のベラーズールを追ってくる4頭の2番手争い、先頭は5番のジュリッタ、リードは1馬身、サンマルエンパイアが2番手に単独で上がって前へと迫っていく、あとは3番手争い、北高花道と1番のベラーズールですが、先頭は5番のジュリッタ、福永祐一押し切ったゴール、2着12番のサンマルエンパイア、その後ですがわずかに3着争い接戦、際どい勝負ですが8番北高花道か。